行けもやめろ。努力が動かして、現
こういうことを侵害するですね、大変危険な条例なんだと、警察の恣意的運用によって国会前の行動もですね、弾圧の対象になるということを訴えてまいりました。で、考えてみましたら、今の第二次安倍政権が誕生してからですね、2013年、みんなが反対しました特定秘密保護法を強行的に成立させました。この法律っていうのは、国民の知る権利、報道の自由、取材の自由を侵害する、まあ、憲法違反の法律だと思いますけど、これを通してます。それから皆さんご承知の通り、昨年の6月には内心の自由、思想良心の自由、集会決裁表現の自由を侵害する共謀罪法をですね、強行的に成立させます、この特定秘密保護法や共謀罪法は、まさに私たち市民が声を上げる権利、政府の悪政に対して抗議をする権利、こういうことを抑えようとする、そういう意図のもとにできた法律だと思います。ところが東京都はですね、これらの法律と同じようなことを、条例を作ろうとしてるんですね。私はこれまでの特定秘密保護、それから共謀罪法、これ以上にですね、この条例、迷惑禁止条例の改正案というのは危険な条例ではないかと。それは警察の恣意的運用ができるような条例になってますから、これから私たちが声を上げる、とりわけ今安倍政権の悪政に対してみんな国民が怒ってる、これらの運動を弾圧する、それに使われる危険性があるんじゃないかということで、私はこの抗議行動に参加しましたし、ますますですね、声を上げて何としてでも29日の本会議で阻止する、また仮にそれが取ったとしてもですね、今の海民鉄さんのように我々が萎縮したらですね、まさにこういう条例を作ろうとする人たちの思う通りになるわけですね。絶対に萎縮してはならないと思ってます。で、どういうような条例なのかと言いますと、このつきまとい行為、迷惑防止条例の中のですね、つきまとい行為に全てな規定類型、が追加されてるんですね。で、どこが一番問題かと言いますと、一つは名誉を害する事故を告げること、それから監視していることを告げること、乱れにうろつくこと、こういうことを追加する内容になってます。それから迷惑防止条例のこのつきまとい行為は、正当な理由なくですね、特定の者に対する妬みや恨みなどその他の悪意の感情を充足する目的とした行為が規制対象になってます。同じような法律でですね、ストーカー規制法というのがあるんですけど、このストーカー規制法というのは恋愛感情を満たすことを目的とした行為という限定されてるんですね。その中で付きまといをするような行為は規制する。で、現にこのストーカーの問題で多くの被害が発生しております。そしてストーカー規制法の中には、今回と同じような行為の規制が入っているんです。だからまあ警察は同じような規制をやるんだというつもりでしょうけど、これは悪意の感情を満たす目的とする行為というのはものすごい範囲が広いわけですね。例えば、私たちが国会の前でですね、森友文書改ざん問題けしからんと、安倍内閣は総辞職すると、安倍はやめろ。